落としてキープしている。シュートを打てるか。まだあります。左へクロスは合わせた。後ろにこぼれたが久保がいる。仕掛けて左足のシュートだ。決まった。横山から土井です。さあ土井が行く。土井、土井のシュート、これもキーパー後ろに弾いて長いボールが出ました。土井と池谷の競争です。うまく入れ替わった。土井ボックス内、土井のシュート。打てるか。打った。土井もう一度いけるか。打った。こぼれた。徐々に試合が、うわチャンスだ。来た横山、横山つないで土井が押し込んだ。ゴール横を流して押し谷に入る。押し谷シュートはループ入った。追加点。土井から鈴木純折り返す。ヘディングは打てませんが後ろにいる。シュート決まった。カズです。アディショナルタイム4分です。久保が入れる。合わせた。土井、水野のボール手前で触ってネットが揺れています。岩渕亮太、そして左サイドにボールを預けます。シュートこそ作ってというところ、杉田が中に送って押し谷のシュートが決まりました。リブルで仕掛けます。一人かわしながら左足のクロスボール、そらしてシュート打った。決まった。このパスを奪えばというところでした沼津ですが、さあ藤枝、土井へ縦パス入らず、シュートはポスト入ったという形になりそうです。鈴木純のポジションに杉田が入りました。お、奪った。チャンスになる。ゴールは空っぽだ。入りました。えぐってクロスが上がる。シュート決まりました。気をつけます。三島コースを塞ぎます。そこをかわして侵入した榎本クロス、シュート決まった。というゲームが多かったのは福島の方なんですが、今日は藤枝がシュート決まりました。奪ってチャンスになる。シュート決まってしまった。動きを見ていて、シュート決まりました。中の藤枝、中に出るシュート行きます。シュート決まりました。榎本、榎本もらった。鈴木純ポスト押し込んだ。ファーストサイド、ファーキーパー石井が触ります。セカンドボール拾ったのは横山。横山右足でのクロス、前でカーブした。しっかりというところですが中井が詰めていきます。セカンドボール拾って過ぎた長めの距離ですが打っていきました。そしてこれがネットを揺らしました。中井のパスを受けたのは鈴木翔太、中に入れて横山反転シュート決めました。この人も攻撃の起点です。鈴木翔太からボックス内、さあかわしながら横山、ゴールを見てシュートだ。決まった。沢原から鈴木純、ここをキープできるかというところでしたが、シュートを入れるか。クロスを入れて決まりました。横山、そして水野からのクロス、うまくヘディングシュート持っていきました。これが決まりましたというところですが、渡辺亮のプレーに対してプレーオン。フランダーのクロス、シュートは正面だ。速いボール押し込んだ。対してさらにここから持ち上がる水野、シュートに行った。そのまま決まった。奪われました。久保ボールを奪ってドリブルで侵入してくる。一人かわす、折り返す、シュートは決まりました。中央こぼれて決まりました。2点目。岩渕かわしながら外へ久保のシュート。ここ奪われます。奪い返す。久保が中を見てクロスボール、シュートはディフェンスに当たってもう一度決まった。水野来た。鈴木純、久保へワタッチ。久保
ボールを持っていって中へワンタッチありまして、さあこのボールがルーズになったところで横山、横山ボール乗っていってシュート決まったか。横山ドリブル選択、左に榎本、そして榎本に通そうというところ、榎本通った、榎本シュート、先制。さあ久保が勝負を仕掛けるか、クロス選択、鈴木純決まった。もうプレスをかけます。さあここはスペースを見てパスが通った、中へフリーになっている、シュート、2点は2点あります。確実に決めてきた渡辺亮、サイド岩渕、中には渡辺亮、ファーサイド狙ってきた、ヘディングシュート、ここで秋山が上がっています、中に入って久保、久保がシュート、鈴木純、鈴木が左足狙った、こぼれ球渡辺、藤原、あっとカットした、渡辺決めました。久保が持ち込む、渡辺、久保ちょっとボールそれたが、横山、榎本シュートは決まった。岩渕から松村、ヒールで送った、跳ね返って榎本、鈴木純もう一度ヘディングで渡す、シュート、裏抜け出した岩渕、シュート決まりました。横山ガブリエルに引き継いでいるが、ここは中つながっていく、ちょっと富山守備の人数足りないか、決まりました、ボールは中で動いています、杉田コースを作る、4点目、横山、さあ横山から岩渕へ、岩渕のシュート、中には8人いる、後ろからいなして、いなして、左足をシュート、同点、鈴木純、もう一度もらって上げる、腕で落としてシュート決まった、このパスが甘いところ、あった、横山シュートはジャストミートせず、鈴木純グラウンダー決まった。